こんなんでよかったら。これで乗ったかな。はい、録画開始しました。あ、はい、録画開始しました。ありがとうございます。録画開始しました。いや、ちょっと坂の魚心さんの YouTube に出ることになるとはな。今ちなみにちょっと状況だけ今視聴者にとわかんないと思うんで。状況だけちょっと。そうですね、だから今釣りしてるんですよね、映像ないけど。そうなんですよ、だからコロナ禍なんで、まあ普段琵琶湖に行ってるところをちょっと県をまたぐ移動は自粛ということで、はい、あの家の近くの野池に久しぶりに来てるんですよ、このところ、はい、でも、はい、釣れたり釣れなかったりというか、まあいつも同じような池で行ってるんですけど、まあ釣れたり釣れんかったりで、はい、今はちょっと昔、はい、子供の頃に来たことがある池に来たんですけど、また様子が変わってて、はい、釣れそうにないっていう。あ、その前にちょっと お名前聞かせてもらっていいですか。お名前の方、すいません。お名前、キャスのですか、はい、今、ツイキャスで配信中で。うん、はい、亀ちゃんの琵琶湖バス釣りっていう名前なんですけど、何バス釣りですか。亀ちゃんの琵琶湖バス釣りっていう。あ、亀ちゃんの琵琶湖バス釣りなんで、僕、亀ちゃんさん、はい、亀ちゃんって呼んだらいいですか。亀ちゃんでいいです。亀ちゃんさんとなんかおかしいなと思っちゃいますもんね。ねえねえ。亀ちゃんはおいくつぐらいなんですか、年齢的には。僕、51ですよ。え、先輩じゃないですか。あ、そうなんだ。魚心さんって何、すいません、年下なんですか。僕47なんで。あ、若いっすね。若いっすか、これ。僕から見たら若いっす。配信者の人は、いや、亀ちゃんと配信者の方って若い人多いじゃないですか。え、本当ですか？おかしいな。YouTuber ですか？YouTube でやってる人、大体年下ですよ。もう30代が多い。20代、30代。まあ、だから47って言ったら俺、おっさんって言われますもん。誰に会っても。おじさんだねって。まあ、完全におじさんですよ。あ、それより上ですから、僕。ああ、亀ちゃんもね、50代。そうなんですよ。完全におじさんですよ。コオロギの鳴き声聞こえますね。綺麗な。あ、鳴いてますね。山ですもん。今投げてるんですよね、池で。投げてますよ。投げてますけど、釣れる気配は全くない。はい、ああ、うん。もう僕、今日だいぶ歩いてますけどね、魚の当たりを味わってない。なるほど。ここのとこ毎日。ちなみに全部。ん？ええ。毎日。毎日釣り来てますけどね。やってるんですね。はい。はい。ここはもう、さらに釣れないですか。釣れるんすね。あの、そこの池ってバスはいるんですよね、間違いなく。うん、いるって聞いてますけどね。あの、子供の頃は釣ったんですけど、はい、いるはずですけどね。状況が変わっていなければ。うん、ただなんか昼間は人だらけって話しますよね。あ、そうなんだ。釣れまくりなんだ、じゃあ。いや、今んとこブラックバスを見かけてないんで、魚が違うかもしれない。あの、あれなんですよ、ライギョで有名な池なんで、どちらかといえば、昔から。あ、そうなんだ。そうなんですよ。はい、だからライギョはさっき一匹見かけたんですけど、ブラックバスはいないんじゃないかな。何投げてます今。今投げてますよね。今は。投げながらやってますよね。はいはい。はい、今、ブルフラット。今何ですか3インチ、はい、ブルフラット3インチのノーシンカーと、あと沖に向かってメタルバイブのローテーションというか、はい、深いとこないのかなと思って投げてるんですけど、まあ浅いですね。メタルバイブでも食ってこない。どうやって釣るんですかね。深いところがない。交通事故狙いってことになるんですけど、
交通事故を起こす相手がおるかどうか、ちょっと今怪しいですよね、この感じ。まあ、バスが万一いなくても、バスいるでしょう、それはね、大事がいるってことは。まあ、昔はいました、ね。許されてないでしょう、確かに。まあ、いると思います。ただ数が少ないのかな。数は少ないと思いますよ。うん。ただ、このガーパイクとかも、なんか、闇放流されてたらしいんで、はい、そうなんですか。そうです、そうです。うん、2チャンネルに写真ありましたもん、釣れたっていう。ありげたか。そうです。昔の話ですけどね。85センチって。じゃあ、ワンチャンアリゲーターガンいるかもしれない。そうそう、あの、折れば見えるかなと思ったんですけど、今んとこ、そういうのは見えないし、うん、ただ、あの、いつも言ってる野池で会った少年がここ来てるみたいで、はい、少年が、でもアリゲーターガン見たことなさそうだったんで、もう死んだかもしれないですね。うん。あー、なるほど。はい。いやー、こんなんでいいんですか？今配信中に。いや、いいですよ。雑談なんで、あの、出会いケース、出会い中なんで、僕。いろんな人と今出会ってるの、ツイキャスで。釣り配信が。そうなんですか？そうです、そうです。でも、女性の人だったら警戒するじゃないですか。ああ。すいません、リスナーさん。ごめんなさい。カズマロさん、どうも。はい。カズマロさん、コメントありがとうございます。え、あの、カメちゃんは、配信歴はどのぐらいなんですか？どれぐらいなんだろうな。2年、2年なるかならないかじゃないですか。あんまり配信してなかったんですよね、僕。あ、そうなんですね。そうです、そうです。ここのところっていう感じですね。飛び飛びです。うん、その気が向いた時に配信したりしてたんですけど。うん、ええ、まあ、琵琶湖だと、あの、ポイント移したりとか、いろいろ気使ったりするんで、はい、あんまり配信 してなかったというか、映像移してないことが多くいいですね。あの、やっぱポイントさらしって怒られますか？怒られます、多分。あれ？その、ニュース、ブラックバスを発見しましたね。ブラックバスを発見したな。あ、あれでかかったな。あれでかかったな。まるまる太った50アップだったな。あ、だからそこの池は小バスだった。あの、小バスはほとんどいなくて、デカバスが食っちゃってる池じゃないですか。デカバスがポコポコっているっていう。だからあんま釣れんけど、多分小バス生まれても食われちゃうんでしょ、親バスに。どうですかね。他の何、肉食の雷魚とかもいるんで、うん、まあ、そういうのには食われとるかもしれないですね。でも今のでかかったな。ね、今、だからデカバスがいたということは、小バスが少ないから当たりはほとんどないんだけど、デカバスが10匹ぐらいおるね、やっぱ、ボコボコって。10匹おるんかな。そういう系です。あいつしかおらんじゃないですか。それは。あいつしかおらんじゃないですか。あれしか見てないですよ。いや、だから、あの、池によって小バスがいっぱい釣れる池とかあるじゃないですか。小バスばっかりの。そうですね。多分そこはデカバスの池でしょう。濃縮されて。デカバスが釣れるっていう話も聞いたことないですけどね。まあ、今おったやつはデカかったですね。あれでも50、うん、上げてみると53、4ぐらいあったような気がするんだ。じゃあもう、ま、ほぼマックスサイズじゃないですか、いけない。そうでしょうね、きっと。ね、はい。うん。違いました。ブルーギルじゃないですか。餌釣りやらないですか、カメちゃんさんは。やらないですね。餌釣りやらないですか。ブラックバスで餌釣りで釣っちゃうっていう。ああ、それはやらない、うん。ブルーギルをまず釣って。やらないですか。ごめんなさい、なんかまたおったような気がしたけど、いなかった。ブルーギルもあんまりいないですよ、この池。あ、そうなんですか。そうですね、さっきから見てるんですけど、うん、いないですね。はい。はい。でもちょっと水深のあるとこにいますな。いますね。
そうですね、もうちょっとずっと浅かったんですけど、今ちょっと湾の中に若干深いとこ来たら、はい、なんかいるなぁ。います。いますね。そうですね。釣れる気はしないですね。釣れる気は全くしないですね。全くしないです。今日も多分相当釣れてるんじゃないですか。釣れてるんでしょうね。なんか人だらけって言ってましたから。うん、だから多分、なんかの間違いで食うみたいな。相当厳しいんでしょう。まあ、僕持ってない男なんで、こんですよ、きっと。うん、毎回釣れない配信ですから。あの、亀ちゃんがそのポイントさらしって、僕も結構、ちょっとは気使うんだけど、やっぱ問題になってるのかな、はい、ポイントさらすってどう思います？僕の知り合いの YouTuber がいきなり絡まれたってこともあったんで。あ、そうなんですか？動画出すな。だけど、もうそれ言ってたら、釣り配信そのものができなくなるから、と思うんですけどね。はいはい、まあ、そこを好きで行ってる人たちには、迷惑ですね。そう、そのコアな人がね。迷惑なんでしょう、ね。お前のせいで客が増えたら切れるんだけど。そうです。うん、まあ結局はエゴですけどね、自分の。ですよね。うん、ですよ。それ以外にはないです。うん。うん、でもまあ今なんか Google マップもあるんで、そんな秘密のポイントみたいなんていうのはあんまないはずなんですけど、うん、まあ人が増えてほしくないっていうエゴが出ちゃう。うん。エゴです、やっぱりこれ。僕はエゴだと思いますね。亀ちゃん。亀ちゃんさんは、その、琵琶湖行くときは、どの辺でやるんですか？僕結構どこも、結構ど、全域行きますよ。どこが一番おすすめですか、今は。おすすめを教えてほしいぐらいですね。最近釣れんですもんね、あんまり。ですよね。僕、奥琵琶、はいはい、僕は奥琵琶湖が多いんですけど。あ、そうなんですか。まあ、本当に釣れないんで。奥琵琶湖は、あれなんですよ、電波が届かないですよね、うん、配信の。なんで、あんまり行かなくなる。あ、そうなんですか、ね、そうです、電波がないんで。あ、そうです。うんうん、だから、あんまり行かなくなりましたね。うん、そうです、だから、西岸、うん、と、何、何個西岸とかもあんまり行かなくなりましたけど、前は連れて、好きで行ってましたけど、うん、やっぱりちょっと、大きい魚とかを、釣りたいということで、はい、まあ北湖になりましたね。だから琵琶湖を走り南にあんまり行かなくなりましたね。そうです。釣れますか？今年の釣果教えてもらっていいですか、亀ちゃんさん。今年なんか今年の釣果。何回行く？いや、春はめちゃくちゃ行きましたから。はい。三月か、3月ぐらいにまたあの緊急事態が解除されましたよね。2月いっぱいまで緊急事態だったから、ええ、だから春超なんか50アップで何匹とかそういう話ですか？何匹行ったんだろう。あ、はい、あの超過的に超過。春は釣れたり釣れんかったですけど、ただいい日に当たれば、うん、まあまあ釣れました。うん、はい。だからマックスがでも58ですけどね、58。だからあと50ぐらいのやつが、ちょろちょろ、その辺のですね。あの、よくプロの方がなんか、琵琶湖は年々釣れなくなるとか言うじゃないですか。やっぱそう、はい、そうですか、亀ちゃんの意味でも。あ、そんな気がします。年々釣れづらくなる。そうですね、そんな感じはしますね。なんかあの、奥琵琶湖の方も小松があんま釣れんくなった気がしますけどね。そうなん。そうですよね。そうなんです。そうなんですよ。前の方が釣れたよなぁと思って。そうなんですよ。最近、もっと、あんま釣れんなぁというか、いないですもんね。少ないというか。そうですね。で、釣れてもまた極端に小さいとか、なんか。そうそうそう。そうそうなんですよね。だから、うん、あの、秋、これから秋になって、その、かっつりをしようと言っても、あんまり釣れない、うん。前みたいにその3桁とか行くことはないんでしょうね。うんうんねえ、はい。僕も2015年ぐらい結構100匹ぐらい釣ってたんで、1日で。
ああ、やっぱ入れ食いには、まあ、小バスばっかり、ね。うん、もうそれないですよね。そうそうそう、もう入れ食い。もうないですかね、あれ。うわ、もう投げるたびに小バスがひたすら無限に釣れるって状況がなんか秋頃あったんですけど、最近秋頃行ってもあんまり釣れないなと思って。あの、そうなんです。途中で止まっちゃいますよね。最初は良くても。途中から急に、うん、あの釣れなくなりますよね。そうそう。最初はいいかなと思ってます。個体数が減ったのかな、何なんですかね、あれ。うん、ウィードも少なくなったような気がしますし、まずブルーギルも少なくなった気がしますね。うんうんうん、もうこれあと10年したら、琵琶湖も関東並みに釣れなくなるんでしょうね、多分。どうなんだろう、なんか、食ってるもんが変わったのかもしれないですしね、うん、なんか。と、やっぱ胎児が効いてるじゃないですか、その電気ショッカーとかで、じわじわ。効いてるんですかね。はい、でも、去年の報道で、いや、でも数は減ったって、生息数は減らしたってニュースがあったから、はい。結構減ってるみたいですよ。取れなくなった。取れんくなったっていうだけですよね。うん、きっと。おるはおると思いますけど。いや、多分。いや、オンはおるけど、その漁獲量が明らかに網にかかる量が減ってきてるから、多分減っただろうという国の見解なんですよ、これ。あ、まあ、見解はそうかもしれないですけどね。うん。減ってるんじゃないかな、電気ショッカーで。まあ、電気ショッカーなのかちょっとわからんですけどね、原因は。ただ、釣れんくなったのも間違いないですね。うん、ねえ、と漁師さんがその狙って取ってくるっていう、バスを。うん、最初の頃はすごい取れたみたいですね、うん。そうそうそう、それが取れる量が減ってきてるんですよ、年々。うん、だから多分半分ぐらいになってるかもしれないですよ。うん。うん、まあ、それで漁師が焦ってるっていうのも聞きますけどね。取れなくなっちゃった。あの人たち、それ、ちょっと、国からお金もらってるから、あれ仕事っすもんね。今度増やそう言ってね、養殖者に。まあ、なんか、そんな感じしますけどね。どこなんだろう。まあ、駆除しきれんの分かっててやってると思うんで、また増やしたくなるんじゃないですか。まあ、どんだけ駆除しても。もう増えちゃう。駆除をやめたらすぐ元の数にまた増えると思うんですけどね、また。増えるのかな、増えてほしいですけど、僕ら、ラックバサーとしては。増えるんじゃないですか、やっぱ、その捕食の母数の関係で、数が減った、でも駆除し続けたら減るかも、確かに。まあ、釣れるようになってくれれば、僕は文句ないんですけど。はい、魚人さんは、亀ちゃんさん、今度、んはい、何すか何すかどうぞ。いや、最近、琵琶湖のブラックバス釣り、あんまり動画出されないなと思って、久しぶりにならちょっと僕は、ん？ビッグマイクを釣りしたいんだけど。飽きたんですか？飽きたりしてて、で、今からまた行きたいところでちょうど今行けないから、あ、今週とかも行きたいんだけど、まあ、だけど、この時に、9月いっぱいまでですもんね、中部地方は。まあまあと思って我慢してるんですよ。そうなんですね。釣り熱が再燃してきましたね、ここのところ。行ってなさすぎてですか？そうそうそう、行ってなさすぎて。いや、琵琶湖に。今年、琵琶湖4回かな行ったの。全然行ってないじゃないですか。そうなんですよ。5回か。そんなもんなんで。全然行ってないから、行きたいなと思って。いや、聞きたいですね。うん、でかいでかいってやつを。スピンベイツも聞きたいんですけど、最近、全然だから。ただ、カメちゃん、僕、ああいうの結構嫌われてるんですよ、視聴者から。え、嫌われてるんですか？静かな釣りが見たい。そうだ、嫌われてますよ、視聴者から。僕は好きですけどね。うっとうしいおっさんがいるって。ああ。貫いた方がいいですかね。僕は貫いてほしいですね。絶対楽しんでますって。ああ、まあ確かに、そう、行ったら楽しもうと思ってやるんですけど。いや、視聴者さんも、はい、リスナーさんも、楽しんでると思いますけどね。いや、あれが魚人さんですよ。まあ、まあ、今度、緊急事態終わったら、対決します。対決ですか？しませんか？いいですね。イルカ池あたりで。
イルカ池で、ボートで、あの、亀。僕、イルカ池行きたいなと思って、その、あれ釣れないですか、イルカ池。釣れないですよ。ボートで、ボートで行ったことあります、ボート。この間初めて行きました。ボートでがっつりやったこと。がっつり一日やりました。何時間やりました？あ、やりましたね。一匹釣れたんですよね、奇跡の。そうです。4時半までなんで、うん、ボートが。6時から。うん、そのマックスやりましたね、うん、最初から最後まで。いや、言っても多分、イルカ池も琵琶湖と一緒だと思うんですよ。結局、僕もこの間一日琵琶湖でやったら、2ヶ月前に。はいはい、1匹だけ釣れたんですよね。1匹48センチだったけど、それ以外何にも反応なかったんで、はいはい、何にも反応がないんですよ。一緒ですね。一日中、朝から晩まで。これで1匹だけ釣れて、やったーっていう。はいはい、だから、イルカ池も多分1日がっつりやれば、1匹2匹出るかもっていう、そういう環境なのかな。いやですよね、多分。魚探を駆使してる方たちは、釣る人は釣るみたいですよ。うん。僕はあの魚探なかったんで、その、そうです、そうです。めくらどの状態でやってるんで。うん、まあ結局。でもね、亀ちゃん、僕、あの、魚探があっても、僕四国でこうやって魚探でずっといつもやるんですけど、釣り場、ね、ダムで。はいはい。魚がいっぱいいるとこで一生懸命やるんだけど、これかな、これかなって、全然釣れないですよね。まあまあ、四国だから釣れるっちゃ釣れるけど、はいはい、魚探、意味あるかなぐらい。うん、本当ですか。いや、今の魚探はいいらしいですから。あ、マジですか。そうですよ。そういうのを使ってる人たちにはかなわんって、その、ボート屋のおっちゃんも言ってましたから。あ、そうか。じゃあもうバス自体を見つけちゃう魚探使ってる。そうです。もうバス見えてると思いますよ、魚探で。へぇー。そういうのじゃないとって言われて。おいおい。うん、借りたかなと思って、あんたんところで。だってハンドエレキ、ハンドエレキのやつだけ貸してんじゃねえよ、じゃあ。魚探もつけてくれ、と思うんだけど。え、魚探つけれないんですか、そこ。持ち込めばつけれるんじゃないですか。魚探付きを貸してるところもあるかもしれないですけど、まあ、僕は、あれですね、ハンドエレキとバッテリーと船だけで借りたんで。うん、まあ、全く右も左もわからん状態で。はい。やっぱ、水深とかもわかんないですもんね、あれがないと。水深地形が。水深はでもなんか、あの、ルアーのカウントダウンでなんとなく、うん、なんとなくはわかるんですけど、うんうん、そのワカサギの群れがどこにおるとかはわかんないんですよね。うん、ああ、ですよね。そうです。だから、沖目でなんかみんな、ワカサギの群れに向かってなんか投げてる感じでしたよ。その、魚探つけてる方たちは。うんうん、うん、僕らには無理ですね。何も装備がない人たち。あの、毛ガニおじさんっていう変なおじさん知ってます？知ってます。知ってないですか、亀ちゃん。知ってます。あ、知ってます？知ってます。毛ガニおじさんと僕と亀ちゃんの、そうです、そうです。ちょっと変なおじさんなんですけど。はい。はい。3人で対決したいですね。マジっすか。イルカ池で。イルカ池で、やっぱりその、亀ちゃんも釣り配信者じゃないですか。やっぱ配信者同士だと、お互い分かり合える部分があるっていうか。そうきましたか。まあ、いいですよ。いいですけど。ねえ、タイミングがちょっともし合えば、10月。あの、亀ちゃんは顔は出せないですか？顔だ。できれば避けたいですね。じゃあ首から下とかでできますよ。そうですね。僕はあの首から下絶対に顔映さない。そうですね。有名にはなりたくないんで。うん、はい。いや、僕と一緒ですね。僕も一回も顔出したことないんで。あ、そうですよね。魚人さん顔見てないな。そうです。僕姿も映すなって言ってるんで、だからちょっとコラボする人には迷惑かけるんですよ。姿も映さないでくれよって。あ、そうなんですか。あ、そうか。見たことないもんな。そう言われてみると。はい、ですよ。一回も出たことないんですよ。だから亀ちゃんさん。もう同じような、おります、同じ手で。例えば、はい、腰から下だけ OK にして、あの、乳首より下 OK にして、お互いに、はいはい、お互い乳首より下は OK だよねっていうルールで、あ、でも動画はそのアップされてないんですか、亀ちゃんは。あの、YouTube チャンネル、YouTube チャンネルの方は、どうなってるんですか、バス釣りの。
いや、もうあんまり上げてないですよ。ですよね。はい。了解です。ほぼ放置ですね。あの配信の方が面白くて。配信の方が面白くて。あ、生配信が。はい。よっしゃ、じゃあ、これでちょっと亀ちゃんと僕との解決が。ぜひぜひ、タイミングがあれば。あ、ぜひお願いします。カメちゃんの好きな3 YouTuber は、どなたですか？好きな3 YouTuber？ はい。あんまり見ないもんな。了解です。そこは魚神さんって言っとこうか？ありがとうございます。はい、あのこの釣り、僕ちょっとツイキャス来て間がないんですけど、3ヶ月ぐらいかな、はい、最近よくやるのが。あ、そうなんですね。その配信、はい、ツイキャスも結構いるじゃないですか、その魚釣り配信者の方が。そうなんです。女性の方とか。あんまり、あ、男性はあんまり絡みがないんですよね。見ないですか？あ、もうピンで、もう紙。そうです。だから見ることがあんまりなくて、配信自分がしてるのと、あと一部、あだけ仲のいい人たちのところには行きますけど、新たに。いるんですか、釣り配信者の方。そうですね。ただ新たには、はい。はい。新たには探してなくて、だからあんまりツイキャス界隈のこと知らないですよね。ああ、そうです。釣りの有名な方とかあんまり知らないですね。はい、釣りだとマルコスさんぐらいなんじゃないかな。ああ、なんかいますね。うん、はい。ほとんどの人は見ないですね。僕多分100人いっても。うん、なるほどなるほど。僕みたいなのよくたどり着きましたね。いや、あのたまたま見つけたんですよ、琵琶湖バス釣りで。なんだ、本当ですか？見てて、あ、はい、バッツリしてる。あんまり人が来ないと思ってやってるんですけど。なんでほぼみんな、まあ、バッツリ好きの方。うん。うん。リスナーさんも。そうですね。皆さんバッツリやられるんですか？だと思いますよ。違う釣りの方も見えますけどね。うん、はい。ああ、そうなんですね。そうですね。釣り好きの方が来るっていうか。そうですね。まあ、あとはこの話してて会う人じゃないですか。あの価値観とか、まあ、だからおじさんが多いのかな。おじさんが多いですね。若者はそんなに来ないです。うん、あ、うちも一緒です。もうおじさんばっかりで、45ぐらいばっかりですよね。最初に年聞かれたりしますんで、何歳ですかって。ええ、で。釣りに年齢関係ねえだろうって言うんですけど、ええ、あの年齢言うといなくなっちゃったりとか、ええ、あれ？おじさんはダメか。あ、50って言うと。そうです、そうです。やっぱ若い人は若いのがいいのかな。そりゃそうじゃないですか。ただまあ若い子でも年齢関係ないですって言ってくれる子もいますけどね。ただ僕コメントくれる人9割は40代なんで。本当に。いや、そうですよ、僕も。そうですよ。若い人たまに来るけど、そう、あんまり来ないですね、多分。あ、まあ、毎回は来てくれないんですけど、まあ、その子も配信者だったりするんで、自分の配信とかあるんで、ああ、そうなんですね。わかんないですけど、はい。うん。うん、あ、じゃあ僕知らないだけで、ツイキャスの中にまだバス釣り配信者、魚釣り配信者の人結構いるってことですね。いますね。ただ、あれですよ、あのオープンじゃなかったりするんで、うん、はい、見つけられないかもしれないです。メンバー、そうです、そうです。はい、へぇ、そうです。まあ、厄介事もあるじゃないですか、うん。そういう絡まれたりもそうですけど。あ、確かに人が増えてくると、配信中に突来たりね。まあ、そうですね。っていうのもありますし、うん、まあそのマナー中って言うんですかね。あの、なんだっていう言ってくる人とかいるんで。
言われたことありますか、亀ちゃん。僕はないようなあるようなまあないないのかな。ああ僕がなんかっていうことではないですけど、うんうん、はい。あでも確かにそういう目立ってると叩かれるっていうのは私はありますね。全然目立ってないです。ただなんかあれツイキャスもあの、うん、匿名コメント OK になったじゃないですか。ああそうですよね。なんすか、うん、最近でしょあれ。そうです。僕もうだいぶ荒らされてますから。そう。そうですよ。なんかね気に入らないやつがおるみたいで。本当に本当にこの3日でしょ。匿名コメント。そうです。もうすぐ何これと思ってツイキャス見てて。だからあのえ本当に何その文句言ってくるの？まあなんかもう亀ちゃんに文句言ってくるの。文句です。そうですね。うん、まあなんか中学生みたいな。うん。言ったるの。どんなこと言ってくるんですか。まあ嫁と子供に気をつけろよみたいな。お前それ脅迫じゃないのか。そんな脅迫が。そうですよ。それ犯罪だろうっていう。僕もあのあったら絶対殴ってやるとか殺してやるっていうかいろいろ今まで言われてきましたけど。やっぱり。確かにちょっとね、そのなんだろう目立ってまあ釣り場なく釣り場を。配信するなっていう価値観の方がいるからね。多分そういう人なんでしょうね、多分言ってくる人は。いや、僕はでもちょっとここあたりで、心あたりがなくて、だって僕、近所の池でやってるんで、多分わかんないと思いますよ。本当に近所の人しか。ああ、じゃあ本当にただ単に、匿名コメントがついたから、お前はバカだとか言いたかったのかな。まあ、そうです。コメント、ED。カズモロさん、はい、そういうことですか。ED って何ですか。ED って何ですか。あ、そう、インポって言われましたね。インポだろう。インポだとか、亀ちゃんなんで、うん、下の亀は元気だとか。うん、ああ、匿名になるとそういうこと書くんだ。まあそうですね。お前の亀は何フィートなんだとか。やかましいわ。いや皆さんストレス溜めてらっしゃるんじゃないですか日本社会の人たちは。まあなんか日本人っぽいですよねそういうのが。うん、まあでも僕のような仮想配信にそんな井の一番で来るようなやつは多分知ってるやつなんですよね僕のこと。きっと。あじゃあ見てたけどなんか発言が気に入らんかったのか。まあそうでしょうね。なんかあったのかな。うん多分なんかあったんだよ、ね、だと思いますよ。だからそうなるともう。行ってくるやつって限られてきますよねっていう話ですけど、ねはい、ただ僕思うんだけどそうやって言いに来る人自体が問題抱えてるような気がして。いや10年やってますけど問題抱えてますよ。言いに来てる人自体が問題で、そうですね、鬱憤をこっちに当たっててるみたいな。まあそうですね。あの良心的でマナーのある人は文句言わないですからね。まあ、言わんですよね。だから何を言いたいのかわかんないですけど、うん。だから会社で面白くないことがあって、イライラして、なんか言いたいんでしょうね。多分。まあ、そうかもしれないです。だから人間的にちょっと問題ある人なんじゃないですか、基本的に言ってくる人は。文句言ってくる人はね。まあ、と思いますけどね、僕は。はい。別に何もしてないですからね。うん、釣りしてるだけなのに、そうお前釣りしてるだけですから。そうそうそう、釣りしてる。そうそう、そうなんですよ。面白いじゃないですか。釣りしてるだけなのに、お前は陰謀だと。そうそうです。でもね、僕ね、視聴者の気持ちもわかるんですよ。そう言ったら、こいつはどういう反応するか、楽しんでるの、多分。さすがにちょっとね、ムッとしちゃう僕もまだまだ甘いなぁと思って。ああ。まあ最近そういうことしてないからわかんねえって言っといたんですけど。相手がいねえ、うん。いやでも、配信続けていくと言ってくる人は多いですよ。まあでしょうね。よっぽど丁寧にやらないと。でしょうね。僕なんかボルカスーバン5チャンネルで悪口書かれてるんですよ、僕なんて。おかしくないですか、悪口。だから最近動画がつまらんが、あれはいかん、あれはいかん、どうだ、こうだっつって。悪口書いてるんですよ、僕の。信じられないと思って。いやー、日本人ですから。さっき動画上げたら、18グッドの18バットなんですよ。これなことありえないんですよ、釣り界で。本当ですか。釣り YouTuber で、こんな人いないんですよ、僕以外。18グッドの18バットですよ。
昨日の動画かなんか。本当ですけど、魚神さんは狙ってやっとるかと思ってますけどね、僕は。それを。いやいや、僕だからその動画、そのアンチコメントとかに、ライブとかで、こう、文句言ったりしちゃうから。言ってましたよね。はい。もともと言ってますよね。言いますよ、その。だって、アンチコメントが来るから、ちょっとその言い方ひどくないか、みたいな言い返すと、恨まれちゃうんですよ。ずーっとバットボタン押してくるんですよ。18人が。粘着リスナー。粘着リスナーが。なんちょっと亀ちゃんのこれ、絶対やってください。ちょっと粘着リスナーに一言。粘着リスナーに一言いや、もうずっと雇ってもらって結構ですけどね、僕。どうせそのぐらいしかできんでしょっていう。ああ。うん。ただ亀ちゃんさんね、叩かれない人は叩かれないんですよね。本当しか叩かれない人は言うんですよね。言います、言います。だから、結局 99% グッドボタン。で、100グッドの1バットぐらいの人もいるんですよ。やっぱ、丁寧な人は。今って言います。女の子の釣り YouTuber なんてそんなんですよ。99% グッドなんで。でもちろんちょっと中には 1% ぐらいはバットを押すけど、もう、例えば10万再生されたら 99% 素晴らしい。で、1% がちょっと嫌いっていうぐらい。だからそういう配信だったらいいんですけどね。うん、いやいや、女の人の配信はなんかちょっと意味合いが違ってきません？なんか。マジですか？やっぱりそのモテないその釣り人が幻覚見えちゃって彼女と釣り行ったみたいな思い込んじゃってる。ああ、まあなんかそちょっと知り合いの方人がやって、はい、そう、女の子と釣りに行くとバットが増えるとか言ってましたね、はい、あ、だから嫉妬ですね、彼女。まあ彼曰くそんなことを言ってましたね。ですね、女とイチャイチャしやがってみたいな、そういうことじゃないですかね。で、女の子でピンでやってる人で叩かれてる人ってほぼいないんで、ただ。うん、女の子一人だったら頑張れなんでしょうね。まあ、イチャイチャ配信が入れ込んでる。イチャイチャ配信は多分、見たくないんでしょうね、きっと。思いますけどね。まあ、女は得意ですよね。やっぱ釣りガールは人気出やすいですよね、本当に。と思いますよ。すごい人気出やすいと思います。あと、結構あざとい角度で撮影してる人多いですよね。ああ、また僕もね、そのあざといのが、やっぱりいいんですよね。いや、いいんすか。もう全員一緒に見えて、またこのやり口か、みたいな。そうそうそう。いや、でも、それももうあざといのやっぱいいんですね、僕は。こうぶりっ子とか。本当に。そうです、僕は好きなんですよ。だから、そういうやつが多いから、あざとい系の方は大人気なんじゃないですか。こう、短パン履いたり、微妙な角度でやれば。あと、思いますよ。女性の方は、だからそれが得かな。ねえ、もう本当にバズっちゃうんで、あざとい系だと。僕はあざとい系はちょっと見ないんでね。またこのやり口か。本当に釣り、本当にだから亀ちゃんの場合は本当に釣りが好きだから、もう本当に真面目に釣りしてる。そうです、僕結構真面目なんで。の中まで見えるみたいな。そうです。あ、吉井さん赤みたいですよ。え、赤。じゃあ今日はありがとうございました。いやいや。すいません、急に追加して落ち込んで。また声かけてください。今すぐにもうアップ。今すぐにYouTube アップしますんで。ありがとうございます。家帰ったら、もしよかったら見てください。ありがとうございました。いえいえ、はい。失礼いたします。はい、失礼します。赤だから一回切る。ありがとうございました、九進さん。まさかの。魚神さんで YouTube に乗っかることになるとは。結局、一周しちゃったな。いやいや、皆さんごめんなさいね。なんか、ほったらかしになってて。あるでしょ。誰を呼ぶ？ K 君、ああ。K
ケイ君はいいかな。だから道具がどうのこうのっていうのはあんまり興味がないもんね。いらっしゃいませ。本物の写真職人さん。大きい。初見さん。